治療しないってどういうことですか？どんな事情があるか知りませんが、あなたの命に関わることなんですよ。うちには私の病気を治すお金の余裕なんてないんです。相葉さん、一刻も早く治療しないと大変なことになりますよ。ご主人には話していただけたんですよね？主人には絶対言わないでください。お前が病気で死んでしまうのにそれを追ってボクシングを続けろというのか？こちらは次のタイトルマッチに出れますかね？練習試合しないかな。生活福祉資金貸付制度っていうのはご存知ないですか？嘘つけや、口利くないよ。主人がボクシングをやめて普通に働けば済むことだと冷たく突き放されました。ママ、太陽なんでしょ？沈んだら会えなくなっちゃうよ。その子、口が利けないんです。必ずチャンピオンになるからな。夢を見ましょうよ、一緒に。ありがとうございます。そう思ってくれて。戦ってくれますね？あなたは知っていましたか？がんの治療には高額な医療費がかかる場合があるということ。